坂本文子から1988年6月26日は、日本の平和運動家、広島県広島市中区の仙台保育園の初代園長。広島市への原子爆弾投下への被爆者の一人。広島市天神町出身、広島市立第一高等女学校卒業。天神町の酒屋の長女として誕生。一名を卒業した後、19歳で結婚し、 一男一女に恵まれた。広島市船入本町在住であった1945年8月6日、広島市に原子爆弾が投下された。当時13歳の長女は爆心地からわずか500メートルの場所で建物疎開に動員されていた目に重傷を負い、その日のうちに母の目の前で死去した。当時17歳の長男は爆心地から1キロメートルの場所におり、 一見すると軽傷であったが、原爆症により8月30日に死去した。原爆により、その月のうちに子供を二人とも失った。実施の苦しむ姿を目の当たりにしただけに、原爆への強い恨みと抱くことになった。1951年、実施に変えて、広島の子供たちを育てるべく、一面の同窓生と共に保育所設立の募金運動に着手した。 1953年、中区に千田保育園を設立し、初代園長に就任、後には理事長となった。保育所の同窓経営は、全国的に見てもユニークな事業形態であり、この事業を通じて、広島の子どもたちの育成に当たった。1975年により、修学旅行で、広島を訪れる中高生が増えたことから、平和運動家の江口多元の依頼に応え、 語り部として、中高生たちに被爆体験を語る活動を開始した。坂本は主に、広島平和記念公園に近い一面の原爆慰霊碑の前で、子供を失った悲しみと若い世代への期待を語った。坂本の知人によれば、坂本が原爆による実施との死別を公害したことは、これが初めてだったという。自宅が平和公園に近いこともあり、 その後も、同公園で平和運動を展開する江口とは、信仰を持ち、江口の依頼により毎年、被爆体験の語りを続けた。1978年には、被爆死を免れた夫とも死別したが、一人暮らしを続けつつ、活動を続行した。語りが足りない時には、旅行生を自宅に宿泊させて語り明かすこともあった。1980年代、 かつてアメリカの米国戦略爆撃調査団が撮影した原爆記録フィルムをもとにした記録映画公開運動10フィート運動が展開されるにあたり1981年にその試写会に出席した。同じ被爆者として出席していた沼田鈴子がフィルムに映った自身の姿を世界中にさらすことに躊躇していたところへ原爆の惨事の中で生かされたものとして 被爆体験を人々に伝えるよう説得し、沼田がその後の30年の生涯を平和運動に、停止するきっかけとなった。1987年8月6日、NHK、おはようジャーナル内の特集企画、戦争を知っていますか子供たちへのメッセージに出演し、視聴者の子供たちへ向けて、平和の尊さ、生命の尊さを訴えた。NHK 出演直後、 体に不調を訴えて入院した。被爆後はさほど異常もなく生活していたものの、被爆により体を蝕まれていたことが明らかになった。その年の冬に NHK 編集者が面会を求めたところ、ガリガリに痩せてしまったから、もう少し太ってからと明るく笑っていたというが、翌1988年6月26日、眼性腹膜炎のために、 万八十再歳で死去した。当時の毎日新聞広島版には大きなスペースを割いて追悼記事が掲載された。証言活動は十年以上にわたり、証言相手の学校は宮城県から佐賀県まで延べ五百校以上、生徒数は一万人以上に及んだ。平和のことよろしく非生前、坂本には修学旅行生や教師たちから、 礼状や感想文集などが多数送られていた。江口多つはこれらから修学旅行の記録集や感想文集をまとめ、広島修学旅行で多く利用された新し亀密旅館に坂本文子修学旅行文庫を設置した。その後、残された手紙や没後に多くの人々から寄せられた追悼の言葉を生かし、江口らにより購買、坂本文子、移行。 追悼文集が制作され、1989年に発行された。1994年に坂本の自宅が取り壊された後には、文集制作後に残った城剤により、自宅後に記念碑が設置された。石踏みには坂本が子供たちにいつも訴えていた言葉、平和のこと、よろしくの一文が刻まれた。ただし設置から20年以上経った後には、 風化に伴い文章の判読はほとんど不可能になっている。2019年1月からは、広島市の国立広島原爆死没者、追悼平和記念館での企画展、流刀で、坂本文子ら被爆者の遺族の思いを伝える映像が放映され、大きな反響を呼んだ。坂本の葬儀において、江口保は遺族の依頼により、弔辞として以下のように語った。 石踏みの前での坂本さんのお話は、物静かな中で優しい母親の愛を感じ、人間としてのぬくもりを感じ、同時に人間の生き方の真髄に触れる思いがいたしました。坂本さんはまた、話を聞いた生徒たちの卒業式に、お祝いと励ましの伝報を打たれておられましたが、たった一度の出会いを大切にされ、いつまでも心を通わせておられたということは、 私たち教師が見習うべきものであるとも思います。広島は心の教師であると私たちはよく申しておりますが、それは坂本さんのような方がおられたからでございます。江口1998ピアニッシも202から203より引用前日の沼田鈴子は移行追悼文集の発行にあたり坂本を忍んで以下の一文を同書に寄せた。坂本さんとの出会いが 私を変えたのでしょうと、今は亡き坂本さんに心からお礼を言わさせていただきます。坂本さんとの初めての出会いでいただいたお言葉を大切に、一生懸命に証言活動に励みますことをお誓いいたします。坂本文子さん、ありがとうございました。行為は1993、ピアニッシも202から203より引用。ありがとうございます。